はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビッシュです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗るをプレイしていきたいと思います。では早速ニューゲームから始めていきます。新ギレンの野望ね、久しぶりにプレイしていきます。で今回選択するシナリオはブライト、一年戦争のブライトです。難易度はもちろんベリーハード。でアムロユニコーンに乗るというコンセプトでプレイをしていきたいと思いますので、今回はユニコーンを歴史介入させていきましょう。ちなみにそのユニコーンのデータなんですがこんな感じです。耐久800、この耐久800っていうのがね化け物ですけど、あとビームなマグナ言えてないですね、ビームマグナムが 250×3 の750のダメージソース持ってますからね、まさに化け物。ではこのユニコーンを今回歴史介入させていきます。これでじゃあゲームの方スタートしていきましょう。で今回はね久しぶりになりますので、最初のうちはですねキャラクターのボイス、これを入れておこうかなと思います。はい、まず報告が上がってます。シャアが襲撃をしてきましたということになってますね。で最初の目的がホワイトベースをルナ2へ入港させようということなので、ホワイトベースを目的地ゴール地点まで誘導していきます。でキャラクターのボイスの設定なんですがここでできます。今まだ初めて今回プレイしていくので戦闘イベントが全部オフになってましたけども、これを戦闘イベント、戦闘アニメオンに一時的にしていきます。で、次回以降はですねまたここを引っ込めていこうかなというふうに思います。では早速ホワイトベース移動させていきましょう。ゴールと出ているところまで移動させていきます。一応ミノフスキー粒子散布しておきましょう。新ギレンの野望以降ギレンの野望もね新作が全然出てないと思うので、そろそろ新作出てほしいなという気もしますけどね。では早速ホワイトベースをルナ2へ入港させていきます。新ギレンの野望って言ってもねやっぱりその宇宙世紀中心というか、もう宇宙世紀のみになってるので、新作を作るにしてもなかなか新しいモビルスーツっていうのがね出しづらいんですかね。はい、続いてホワイトベースをジャブローに降下させようということになっています。でこれ、大気圏突入ポイントいくつか用意されてるんですけど、違うところから突入すると違う地点に降下してしまうので、今回はイフ体験していきたいので、なんとかジャブローに降下していきたいと思います。ではここから舞台を動かしていきましょう。まずはとりあえず
確保されているルートを通っていきましょう。この中でシャアが攻撃を仕掛けてくると思うので、それをかわしつつジャブローへ降下していきます。もうミノフスキー粒子はね、おまじないのように一応毎回散布をしていきたいと思います。で、次のターンでシャアが出てくるはずなので、シャアをかわしていきましょう。そうですね、5ターン以内にジャブローに突入です。さて、では早速モビルスーツ隊を発艦させましょう。コアファイター、ガンキャノン、そしてアムロのガンダム。索敵もしっかり行って、お、索敵が全部全発し、いや大丈夫だね。ちなみにザク耐久70、ユニコーンは冒頭見てもらった通り耐久800、そしてビームマグナムが 250×3 の750のダメージソースなので、ザク相手であれば100倍のダメージを与えることができるっていうね、強力な武装を持ってるユニコーンですね。では攻撃仕掛けていきましょう。一応シャアをもう落としておきましょう。でホワイトベースも前に出します。ホワイトベースも攻撃を加える。これでシャアを沈黙させることができれば安心して、ジャブローに入れます。ガンダム、ガンキャノン、そしてコアファイターですね。当たらないか、一発だけだな。ザクはホワイトベースが沈めてくれたので、シャアだな。問題はホワイトベースが沈むともうその時点でゲームオーバーになりますからね。ムサイからの攻撃か、ここは反撃しておこう。何、コアファイターがやられる。コアファイターが早速脅されてしまった。これはキャノンもやられるぞ。ガンキャノンも沈められてしまった。さすがはベリーハード。これは取り憑かれるな。まあ、ただこの次のターンで効果はできそうですね。ここで効果をしてしまいましょう。これでジャブローに効果できます。いや、この先が思いやられるな。ゴップ、ビッグドレートガウですね。さて、そしたらこの後イベントが始まりますので、それを見ていきます。
ゴップの能力、確かね、悪くなかった気がするんですよね。ガルマだな。小島。小島正体の小島ですね。ガウとミディアじゃまともに打ち合えないだろう。何、ミディアがなんとかガウ相手に持ってくれたけど、次のターンで小島は死ぬな。大丈夫なのかこれ。さすがにほぼマックスの耐久力残ってるので、ホワイトベースも残れそうですね。いや結構食らうな。いや想像以上に食らうね。ザクとシャーザクの攻撃でホワイトベースの耐久半分持ってかれましたからね今。これはなかなかこの先が思いやられる、そういう展開ですね。さすがはベリーハード。はい、注意に昇格して発言力3万獲得しましたね。はい、では早速なんですけども改造します。ユニコーンに関しては燃料増加、燃料を増加しておかないと話にならないので燃料を増加して、あと水力も強化します。で装甲と出力に関しては十分だし、それ以前にホワイトベースの方の強化をね、優先します。装甲強化、ホワイトベースが撃沈されてブライトが死ぬとその時点で終わりなので、さらに水力強化ですね。ホワイトベースに関しては水力、移動力ですね、これを強化しておきます。 OK だ。で残ったものでモビルスーツ、ジムを量産しよう。ジムはジムとジム指揮官機、それにジムライトアーマー、デザートジム、ジムキャノンとありますが、ここはまず能力をちょっとそれぞれ見ましょう。ジムですが耐久が95で、ジム指揮官機は耐久が140、倍あるのか、この差は大きいな。ジム指揮官機を量産しよう。でその上でそうだね、まずはこのガウを沈めてからどこを攻略していくかだな。
ニューヨーク、カリフォルニア、あとはキリマンジャロでオデッサとあるわけなんで、ルートで言うとキリマンジャロ行ってオデッサが一番いいのかな。あとはニューヨーク、キリマンジャロ、この2つを先に取るか、まあ、いずれにしてもこのジャブローが落とされると話にならないですからね。では今回の目玉であるユニコーンをいじっていきます。まずは解任、バナージが今乗ってますのでこれを解任で、ガンダムに乗っているアムロも解任、代わりにユニコーンにアムロ、これでアムロユニコーンに乗るが早速達成できましたね。でガンダムにはセーラさんを乗せておきます。でコアファイターにリュウ、ガンタンクにハヤト、ガンキャノンにカイで、ホワイトベースがブライトです。なので今度はユニコーン、ガン、いやーちょっと待ってね、早速出撃してこの辺りの敵を一掃しながら進みましょうか。索敵、攻撃、ガルマのガウを落とす、キャノン、ガンタンクも出そう。これでいきなり落とせれば本の字ですからね。でホワイトベースも出します。これでガウを撃沈しよう。で次のターンでジム指揮官機2ターンだったかな、1ターンだったかな、いずれにしても1、2ターン以内にジム指揮官機が配属されてくるので、それをホワイトベースに乗せてキリマンジャロに向けて発進、ホワイトベースに乗せきれなかったものはジャブローに置いていきましょう。ゴップのビッグドレ、まあ、ここでねビッグトレイが蓋をしてくれてる間にできるだけ敵を分断して撃破しておきましょう。公園のビッグトレイ、これヒルドルプじゃないか、奥にいるのは。バスクはセーバーフィッシュに乗ってるのか、これはこれでちょっと異常だな。しかもセーバーフィッシュ1機でアッザムに攻撃を挑む。この次のターンでね確実にガウを撃沈しましょう。いやー強すぎる、圧倒的な火力だな、ユニコーンのビームマグナ。でこの後はジム指揮官機を受領してキリマンジャロ攻撃を目指すんですけども、まずこの周りにいるアンザムとかヒルドルプとか片付けておいた方が良さそうな気もちょっとしますね。ここは反撃しておこう。ビッグドレイ、バスクのセーバーフィッシュ撃沈されてますね、撃墜されている。カイも危ないな。ここは慎重に、貴重なキャノンを失うわけにはいかないので、ダメージを受けた機体は一度ホワイトベースに戻しましょう。慎重に行く。でアムロのユニコーンはねもう突撃無双させましょう。ジャブローが簡単に落ちることはないと思うんですが、波状攻撃を受けるとさすがにやられてしまうと思うので、
いくつかは置いていく。事務指揮官機をまた量産して乗せきれないものは置いていく。では一通り敵はほぼほぼ乗せたので、まず事務指揮官機を4機侵入させて、代わりに乗せられない。ちょっと大きいんだな。ユニコーンが2つ分取ってますね。となれば事務指揮官機をもう1個待機させる。で彼らを置いておいて、代わりに動かしちゃいましょう。そうか、事務指揮官機が微妙だな。キャンセルしたいぐらいだね。というのも、このあと2ターン後に入ってきたときにおそらくジャブローに配備されちゃうな。まあしょうがない、ここは配備が早すぎたことになっちゃいますね。ビクトレイもよく持ってるね、本当に。ミディア、小島のミディアが沈んだ。いや、これだったらニューヨーク向かった方がいいな。海を渡るとなると、いささか事務指揮官機がもったいないことになるので、方針を転換してカリフォルニア、ニューヨークとちょっと変えましょう。レビルのビッグドレスで、おそらくオデッサ攻略しなさいっていう命令がどっかで入ってくったはずなので、そのタイミングに合わせてオデッサ方面に向けて移動しましょうか。なのでその時にはモビルスーツを移動できるように、輸送機関係もね、用意しておいたら良さそうですね。この大量の事務指揮官機がもったいないことになるので、発信できるのはガンダムとコアファイターだけ。ユニコーンが出れない。いやー、ここはちょっともったいなかったな。そうか、今のうちに登場させておこう。事務指揮官機にジョブジョン、でさらにフラウボーで、バナージュは乗せないので未来さんを乗せておきます。で攻撃、アッザムを落とす。でここもですね、一応事務指揮官機を、そうか、事務指揮官機だとこういうこと、素晴らしい、コルベットになれる。これだとあれだよね、多分移動範囲が劇的に広がるよね。いや、これだったらやっぱりキリマンジャロに向かいたかった。素晴らしい、事務指揮官機がここまで有能だと思わなかった。ちょっと待って、そうすると事務指揮官機はミサイルポットか、微妙だな。あ、でも空飛べるってそれだけですごい重要だからな。いや、ここは全員変形して海を渡る選択肢にしよう。やっぱりこれは絶対でかいからね。なんか途端にジャブローに残してきた事務指揮官機がもったいないって気持ちになっちゃいますけど、このまま移動する。
で、次のターンでいよいよ、ホワイトベース隊をね、キリマンジャロに向けて動かしていきましょう。まあ、この数、ジャブロを攻められて持つのかっていうのはありますけどね。こんだけ数残ってるからね。はい。というところで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はキリマンジャロの攻略戦、これを行っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。